日本の滝百選の一つ、唐津市大内町の見返りの滝は落差がおよそ100メートルあり、アジサイの名所として知られています。自生しているものに加え、地元のボランティアが1987年から植栽を始めたもので、ガクアジサイやヤマアジサイなどおよそ50種類4万株ほどが見頃を迎えています。今年は新型コロナウイルスの影響で恒例のアジサイ祭りは中止となりましたが、アジサイは先月気温が高かったことや適度に雨が降ったことで例年並みに鮮やかに色づいているということです。やっぱり滝との組み合わせはね、アジサイは特に滝との組み合わせはいいなと思って。来た甲斐があったなというか、ね、結構雨が降ったもんだから綺麗だなと思いますけど。唐津観光協会によりますと、アジサイは天候次第で今月末まで楽しめそうだということです。9月いっぱいは毎日午後7時20分からライトアップも行われています。